どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイのスイートナイトアワードってありますよね。こちらはですね、名称を変更になしまして、またね、参加のね、ホテルブランドがですね、追加されるということで、本日はですね、こちらの解説と、またね、マリオットボンボイの規約変更がですね、一部来ているっていう風になりますのと、マリオットボンボイね、ポイント購入のキャンペーンがね、来ておりますので、本日はね、こちらの解説、まとめてやっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずね、スイートナイトアワードはですね、こちらね、変更になるということで、名前がですね、スイートナイトアワードっていうのはですね、2024年の頭からですね、スイートナイトアワードは、ナイトリーアップグレードアワードっていうね、名前に変更になるって言い出がちになるんですよね。で、またね、今現在ですね、このスイートナイトアワードね、使ったことある方ね、いらっしゃると思うんですけども、 リッツカールトン、エディション、アロフト、エレメント、プロテアホテルっていうのが今ね、参加してないんですよね。このスイートナイトアワードっていうのは。ですので、このスイートナイトアワードでリッツカールトンとかね、エディションとか使えなかったわけなんですけども、なんとですね、2024年の初頭からこのね、ナイトリーアップグレードアワードっていう名前に変わって、リッツカールトン、エディション、アロフト、エレメント、プロテアホテルがですね、拡大されるという風になりますんで、今後ね、リッツカールトン でスイートナイトアワード、エディションでスイートナイトアワードみたいなね、まあ、こういった感じで利用することができるっていう風に なるんですよね。まあこちらね、えー、一応、朗報っていう風になっておりまして、えー、海外ブログ等々もですね、特にね、今回のこのスイートナイトアワードがですね、ナイトリアップグレードっていうね、名前に変わって、何かね、不利益になるようなことは、まあ今現時点では見受けられないっていう風になりますんで、まあ珍しいね、朗報って言った形になるんですよね。で、またですね、えー、マリオとマムメンバーは、オーシャンフロント景色、バルコニー余分なスペートの記念を備えた、 プレミアムルームとスイートなどアップグレードのために特典を引き換えると20%多くのサイトにアクセスできますということでまあ今までよりですね多くのねプレミアムルームだったりスイートがね対象になるまたねアップグレードのリクエストっていうのはね今ね到着の5日だったと思うんですけども今回ね3日前に短縮されるって言いたがちになるんですよねでまたこのページねマリオットの公式サイトなわけなんですけども まあ、いろいろね、Q&A が記載されておりますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、こちらチェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、2020年頭からですね、アロフトとかエディションとかエレメントがね、リッツ・カルトンとか使えるようになるわけなんですけども、リッツ・カルトンブランドの例外については、下記を参照ということで、こちらはね、利用することができないということで、オールインクルーシブのホテル、ブルガリーでデザインホテル、 ホームズビラマリオット、マリオット、マリオットボンボイ、あとエグゼクティブアパートメント、マリオットバケーションズクラブ、マリオットグランドレジデンス、リッツカルトンクラブ、リッツカルトンリザーブ、リッツカルトンレジデンス、リッツカルトンヨットコレクション、シェラトンバケーションズクラブ、 フェリシア・アン・レジデンス、ラグジュアリー・コレクション・レジデンス・クラブ、スコッツ・デール・ウェスティン・バケーションズ・クラブということで、まあ日本にね、ブルガリホテルとかね、できたり、デザインホテルとかもね、聞いたことあると思うんですけども、まあここら辺はね、入ってなかったり、リッツ・カールトンでも、 リッツ・カールトン・クラブであったりですね、リッツ・カールトン・リザーブありますよね。まあ、ここら辺はね、利用することができないっていうふうになりますんで、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、特に他はなんかないかな。まあ、このツイートナイト・アワードっていうのはですね、あの、普通のね、マリオット・ボンボイのね、会員になってるだけではね、特にもらえる特典ではなくて、年間50泊、もしくは75泊していただくと、このね、 年間チョイス特典っていうのが、プラチナになった時、チタンになった時ね、もらえるっていう風になるわけなんですけども、ま、この時にですね、このスイートナイトアワードっていうのはですね、選択して獲得することができる特典っていう風になりますんで、ま、自力で50泊もしくは75泊ね、ま、マリオット、アメックス、プレミアムカードとかの初学実績も、あの、足してね、ステータスを獲得した方はね、このスイートナイトアワードっていうのはもらえるっていう風になってるんですよね。ですので、ま、普通にね、 あの、ステータスがゴールドの方とかですね、このスイートナイトアワードっていうのはもらうことはできないんですけども、まあ、プラチナとかチタンとかね、なった時に、このね、スイートナイトアワードがもらえるって言いたがちになります。ですので、今後はね、このスイートナイトアワードはですね、リッツ・カールドンとかエディジョンとかでね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、今の情報だけ見るとですね、非常に朗報っていうふうになりますんで、これはね、 いいですよね。まあ、こういった形でね、発表がありましたので、2024年頭からね、こちら開始になるということですので、ぜひ頭に入れといてください。それでは次にですね、マリオットボンボイの方でね、規約変更が記載されておりまして、 こちらの部分ですね、12月31日まで以下のプロパティでラウンジが閉鎖された場合、ホテルのレストランで無料のコンチネンタルフレックファーストを提供しませんが、朝食の代わり1000ポイント提供します。それらのプロパティには以下が含まれますということで、まあ、マリオットのね、米国のマリオットの名前がね、ずらずらっと書いてあるんですけども、今年の頭に宿泊したね、ニューヨークのマリオットマーットとかも、まあこれにね、含まれているっていうふうに、 なるんですよね。これね、非常によくわからない部分がございまして、まあ海外のブログとかでもね、そんな感じで書かれてるんですけども、ニューヨークのマリオットマーキスね、今年の頭宿泊年末年始したんですけども、まあ普通にラウンジやってたんですよね。ですので今やってないのか、もしくはなんかやらない理由は何かあるのか、ちょっとわかんないんですけども、まあそうなった時は朝食は提供しない、その代わり1000ポイント付与しますっていうことが、まあ記載されているんです。 ですよねこれは何かの前触れなのかちょっとよくわかんないんですけども、まあ、こんなことがですね規約に記載されたっていう感じでまあ海外のブログでも、ね、書かれてるっていうふうになりますんで一応この点はね覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますまあもしかしたらですね何かの前触れで嫌な予感があるのかもしれないですよねでもう一つですねゴールドエリートプラチナエリートのねこのアップグレードに関してなんですけどもこちらね対象外にですね今まで アロフトとね、エレメントのホテルブランドに関してはですね、このね、マリオットのアップグレードにですね、対象に入ってなかったんですよね。ですので、今まではね、このアロフトとエレメントに関しては、ゴールド、プラチナのね、無料アップグレード対象外だったんですけども、まあ、それがね、記載されなくなったっていう風になりますんで、まあ、今後はね、アロフトも、またね、エレメントホテルに関しても、アップグレードはね、ゴールド、プラチナでね、対象になったっていう風になりますんで、この点はね、まあ一応、朗報っていう風に、 なりますので、この点もね、覚えといていただきたいなぁなんていうふうに思います。まあ日本国内などですね、アロフトでもね、あのアップデレートされてたりね、するみたいなんですけど、一応規約上はね、今まで記載なかったみたいなんですけども、まあ今回ね、あの対象外から外れたっていうふうになりますんで、一応ね、覚えといていただきたいなぁなんていうふうに思います。それですね、ちょっとこちらね、画面切り替えさせていただきますけども、マリオットボンボイのポイント購入キャンペーンがね、来ているんですよね。 で、皆さん知っている通りですね、今ね、ドル円のレートが非常に悪いですので、今、さっきね、調べた価格だと1ドルね、149円とかね、めちゃくちゃ悪いっていう風になっておりますんで、まあ今回ね、キャンペーン紹介させていただくんですけども、まあ、購入するのがね、おすすめできるっていう人はですね、マリオットモンブイポイントはマイルに交換することができますよね。ですので、マイルに交換してビジネスとかね、乗られる方はまだね、いいのかなぁなんていう風に思いますし、またね、マリオットモンポイントは ポイントっていうのはポイントで5連泊入れていただくと5泊目が無料になる特典っていうのがありますよね。でですので ポイントで5連泊入れると、4泊分のポイントで5連泊することができるっていう風になりますので、まあこちらで利用される方はですね、購入していただいてもね、お得になるかななんていう風に思うんですけども、まあ今回ね、かなりね、ポイント高いっていう風になりますんで、まあ本当におすすめできるのはね、こういった方だけっていう風になりますんで、今回ね、ちょっと簡単にね、紹介させていただきたいなと思います。で、こちらはですね、私の方でね、あの、ポイントの購入のね、公式サイトってあの、英語になってるんで、 でで予約させていただいたただわけけなんですけれども今回ね、2つに期間が分かれておりまして、11月の1日から9日まで、こちら日本時間ですね、13時59分までに購入していただくと、購入していただくと40%のボーナスポイントがつきます。で、条件としては2000ポイントを購入していただくと40%ボーナスポイントがね、もらえるキャンペーンが来ております。で、11月の9日まで 11月の9日13時59分まで40%なんですけども、その先はですね、30%に落ちるっていうふうになりますんで、もしね、今回のキャンペーンでポイント購入される方に関しては、11月の9日13時59分、まあちょっとギリギリもね、良くないと思いますんで、11月の8日ぐらいまでにね、購入していただくのがね、おすすめっていただきになります。で、ポイント単価はですね、1ポイント3.36円。 で、またね30、30%になると1.46円ということで、これでね、あの、利用しないとね、お得にならないっていうふうになりますんで、ま、基本的にはですね、あの、冒頭に言った通りですね、ポイント5連泊とか、もしくはね、マイルに交換していただいてね、利用される場合は、ま、お得になると思うんですけども、基本的にね、ま、購入するのはね、高いんでね、ま、おすすめできないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、今回のキャンペーンですね、キャンペーンがね、長期間 打たれておりますので本来ね購入上限って1年間で10万ポイントなんですけども15万ポイントまで引き上げされておりますで購入後ですねポイント付与までは購入後72時間以内だよね かかるっていう風になっておりまして、またね、このポイント購入自体はですね、会員登録を30日経過しないとね、このマリオットのポイントっていうのは購入することができなくなっておりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、1ポイント1.36円、46円っていう風になりますんで、まあ、これ以上でね、利用できないとね、お得にならないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、マリオット・ボンモイがですね、スイートナイトアワードのね、名称変更、またね、リッツ・カールトン・エディションとかね、参加するということで、2024年以降ですね、スイートナイトアワードね、非常にね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、 本当にね、久しぶりの朗報じゃないのかな、なんていう風に思います。ぜひね、こちら、2024年以降ね、始まるっていう風になりますんで、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。